作ってまいろうではありませんか。ありがとうございます。全力で頑張ってまいります。頑張れ。私は3人の子供を育てています。母親です。母親として絶対に子供たちの未来について今やっておかなければならない仕事があります。皆さん、原発の問題、そして戦争できる国づくりをストップさせる、この仕事です。原発はまずゼロと再稼働反対宣言をしていきましょう。そして原発ゼロと宣言してから再生可能エネルギーへの大きな転換を一緒に図っていこうではありませんか。もう福島の悲劇は繰り返してはなりません。核のゴミをこれ以上増やしてはなりません。皆さん一緒に立ち上がりましょう。そして集団的自衛権の行使、絶対に若者に日本の国民命を差し出すようなことがあってはなりません。戦後がいつの間にか戦前になっていたというようなこの時代、絶対に歴史を繰り返すことはしてはなりません。平和を守りましょう。平和憲法を高く高く掲げましょう。皆さん、私はこの平和の思いを語るときに母のことを思い出すんです。1年前にこの世を去った母は平和運動を一生懸命やった人です。東京大空襲の語り部として小学校にも行き話をしました。この練馬の地でも小学5年生に向かって話をしました。私参加したんですけれども、その時に母は言いました。皆さん、戦争は絶対にやってはいけません。正義の戦争というのはこの世に存在しないのです。母は静かにでも力強く言いました。私はこの教えをしっかり胸に刻んでこの選挙戦ってまいります。全力で頑張ってまいります。創立92年日本共産党が戦争反対平和の旗を高く掲げ貫いてきたこの党に私は誇りを持っています。皆さん、比例区は日本共産党、そして小選挙区は私原純子を何としても国会へ押し上げて働かせてください。心からお願い申し上げます。ありがとうございます。全力で頑張ってまいります。どうぞ皆さん